この番組は服部区長の2月上旬から3月下旬の動きをダイジェストでお送りします。2月9日、令和4年第1回台東区議会定例会で区長所信表明がありました。新型コロナウイルス感染症は日々の暮らしを一変させ、新たな社会課題を私たちに突きつけました。ポストコロナの未来を切り開くため、区政運営の長期的指針である長期総合計画を修正し、社会経済状況の変化を的確に捉え、さらなる発展に向けた道筋をお示ししてまいります。また多様な主体が共同して実効性のあるまちづくりを進めるため、都市計画マスタープランに基づくまちづくり条例の制定に向け、令和4年度は仮称まちづくり誘導方針を策定してまいります。人と町が輝く明るい未来を築き上げるため、新型コロナウイルス感染症への対応に万全を期すとともに、コロナ禍で浮き彫りになった課題に迅速に対応し、各分野の施策を着実に推進してまいります。3月5日、上野の森美術館で台東区障害者作品展森の中の展覧会表彰式が行われました。台東区ではこうした障害の有無に関わらずですね、本当にこう誰もが文化あるいは芸術を楽しめるように、文化芸術活動への参加を支援をさせていただき、障害への理解促進を図る障害者アーツ事業に今取り組ませていただいています。本展覧会に障害をお持ちの方々から作品を募集しましたところですね、141点の作品が集まり、そのすべての作品をこの会場に展示をしています。本展覧会が障害への理解を一層深める機会となれば幸いでございます。受賞者の皆様が今回の受賞を励みとして、さらなる創作に励んでいただけることを期待いたしまして、挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。3月25日区長室で令和3年度台東区長賞台東区長奨励賞授与式が行われました。この賞は若手芸術家の育成支援を目的に東京芸術大学の卒業作品を対象に創設されたもので、台東区長賞は美術分野の日本画と油画、そして音楽分野の作曲と演奏を対象に贈られます。また台東区長奨励賞は美術分野の彫刻や工芸、デザインを対象としています。各部門の卒業制作、皆さんの思いのこもった作品、皆様の大変なそれまでのご努力、また熱意を称えます。これからもぜひ皆様もくれぐれも健康にね、ご留意をいただいて、そしてそれぞれの分野で一層ご活躍をされますことをお祈りいたします。本日は誠におめでとうございます。